気をつけ。はい、こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。林体操教室です。今回はね、側転に、チャレンジしていこうと思います。で、側転のやり方もね、しっかり覚えて、お家でねやる分にはちょっとあのスペースをしっかり空けて事故怪我ないように、お練習を行ってください。それでは早速いきましょう。じゃあ側転、はい、どうぞ。まずね、側転でね、どんな技かな、大丈夫、はい、お、これが側転です。ちょっともう一回やろうかな。膝も伸ばして、大丈夫、はい、でこれがね、側転です。で、側転のポイント、まずね、ニアちゃん危ないからさ、うん、危ないからさ、ちょっとそっち行っててもらっていい？っていう感じでね、小さい子がね、いるお家では、急にね、飛び出してくることもあるので、道路と一緒、道路と一緒、ここよ、道路と一緒、ね、ビューンってぶつかるからね、気をつけてよ、うん、ね、っていう感じでね、ちょっとね、周囲に気をつけながら練習を行ってください。うん、じゃあちょっとさ、パパの測定見てくれる？じゃ見てて、いくよ。こっからね、倒立みたく手をビューンって下ろして、手の向きだけ横に変えます。で、こっちがやりやすい人、こっちがやりやすい人いると思うんですけど、やりやすい方で大丈夫です。指が左向きにつく場合、左足が前に出てる人は左向きになります。右足が前に出てれば指の向きが右向きになります。これが間違ってついちゃうと、側転にならないで、そのままね、足上げてドンって倒れちゃうことになるので、向きをしっかり確認して、側転を行ってください。あ、ごめん、前の振り長かったね。はい、やるね。いくよ。こっから倒立みたく手をつくり、足上げて、おね、こうで、もしかしたらね、今ね、見ててね、あれと思った人いるかもしれないんですけど、側転って言ってても、横に降りてくるわけではありません。これはね、またちょっとあの前転の時にね、話したことと被るんですけど、機械体操では、横向きになったり、あとはそうですね、チアダンスとかだと、側転の終わりは前向きをね、向いたりするんですけども、男子新体操の場合は側転したら後ろ向きを、向きます。で、なんでかっていうと、例えば技がこう難しい技に挑戦した時に、片手側転とかは、あとロンダードって言って足を途中でね閉じて後ろに振り向く技があるんですけども、そういったものも全部、ね、後ろ向きになって着地をしたりします。で、そこからさらに手を使わない側転とか、そういう技になった時も、着地が後ろ向きになるので、全てね、そういう技の先々も見て、側転をした時の着地は後ろ向き、こういう風に練習をしています。じゃあちょっと側転も変えて、でこうやって後ろ向きで、じゃあもう一回、もう一回、終わりの時に手がしっかり上げて、手はね、上から上までしっかり伸ばして、で、なんでね、このね、最後までやらなきゃいけないかっていうと、これもあのさっきも言ったんですけど、その片手側転とかロンダーとかってした後のその先につながる技があります。その時に、最後までやっとくっていう習慣をつけておかないと、着地が取れなかったり次につなげる時に苦労したりします。なのでしっかり、最初から終わりの最後までっていう形で、形を取っていきます。あとは側転、いろいろやり方はあるんですけども、一番きれいに、できる方法が倒立の入りで手の向きだけ変えるっていうのが、一番きれいに軸が取れてできます。よく、こうやってね、側転入りたくなっちゃう、ちょっとね、反って入る人結構実はいるんですけども、それをやるって覚えてしまうと、その次の技からが結構苦労します。なので、お辞儀でね、足を上げて
手をつくっていうような入りで側転を、ぜひ覚えていただけたらと思います。みやちゃん、側転やってみるか、手伝うか。そうだね、指輪持ってたら危ないもんね。はい、おいで。はい、よいしょ、上手にやってみるよ。バンザイして足は一歩前で、せーの、足ビューン、立て立て、ポーズ、ピッピッはい、いいです。はい、っていう感じで、まあ、2歳でもね、なんとなく形をね取れたりできます。で、まだね一人でできなくても、こうやってね大人が手伝ってあげたりとかしてできるようになってくるとね、自然とね教えなくてもねきっとねそのうちやってくれるようになると思います。以上、側転でした。いいよ、よし、じゃあ後でね、いい、じゃあおしまいのやつするよ。はい、はい、はい、気をつけ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また今度。また今度。